どよめきが上がります。そして柏の方は、ね、はい、我慢の場所までプレッシングかけられたらよかったんですけど、だいぶ1列目と2列目が空いてます。まあ、オリンピック代表のね、チャンスも十分にあるプレイヤーですよね。熊本プレーオフまで引っ張った一人の川原、開いてうまい、ネタラビ、ネタラビが行く、ネタラビのパスが出た、ダウンして、おー、ネタラビうまく2人をかわしました。そしてパスを出す。得点の守備の強度は本当どんどん上がっていってるので、はい、まあ、そのあたりは今山本太田中に入れる、戸島ここが打たせない、ネタラビの守備です。ネタラビプレッシャーを置きますが剥がしていきます。残すのがチャンスですが、ネタラビキープ、まだ行く、奪われない、ここでパス受けたカンガラーも、今のプレーにはパナソニックスタジアム水管も湧きました。うまい、前向きます。カナビ外す、行きたいです、はい、我慢したらこの勢いに飲まれないようにして、はい、スウェーデン、ガンバ大阪、ラビ、おお、ファウルになりました。ラビ縦につけてカンガラーのナワンが落として、またラビ、ネタラビから左使う、コントロールできず、ラビー、ここは佐藤が取ってから、ここでプレッシャーをかけていきますが、うまくナンバー重が落として、ダワン、ラビー、ダラビーボールキープ。48分の先制ゴール、ネタラビ、ここも川崎行きますが、パスはうまくフリックをした、低いボールでした。さあネタラビ、ネタラビ、ここはまだもう自分で持って上がるしかないところ、ピエロスのファール、イエローカードが出ます。カットカット、中島、ネタラビが来る、最後までボールを刈り取る、ネタラビ3人に囲まれます、ファールを取りました。もう一度ディフェンスをして前に上がろうという札幌ですが、さあこのネタラビとのボール争奪戦、ガンバボールです。ただここは稲垣の素早いチェック、カウンターには行かせないガンバ、三浦でした。ネタラビ取った、ネタラビヘディング競り勝った、おっとここはよく取りました、ナイスカバーですね、どちらのカバー、しかしこれをまだ取り返した、ネタラビと豊川、ネタラビ、ここはジェバリに入りました。そして福岡新平、パトリックが前線に走り出す、パスを出してクロート、ここは落とせずに、ネタラビ、ネタラビ、メシモ、回したところの代わりに引き裂き能力が高いですね、はい、奪い返した、中身から中、ワンタッチ、トラップ際狙ってました、ネタラビ、まあ、降りてくる回数が多いのと両サイドっていうところ、はい、あ、よく残しました、亀田対ネタラビ、キーパーの谷がちょっと出ていた、ユンカー収めた、中永井が来る、ユンカー、ただここからだ、ね、体入れたネタラビ、いやすごい、よく戻ったネタラビ、触ってセカンドボール、ここはネタラビが行く、奪わせない、深澤が跳ね返したボール、セカンド、ネタラビ、ネタラビ、ネタラビ、パスにした、カウンターいけるか、サガントス、いやいいか、ここは本田風紀、まあ、彼の動きで相手を釣ることができましたし、それを利用して、まあ、インサイドにね、カットインしてのシュートを奪いましたね、新井優斗とネタラビ、三浦からのボール、松木が取った、左足で出そうとしましたが、ネタラビ相手をかわしてダワンへ、
後を出して松木というところを止めます。ネタラビなんとかしのいで林運びます。ネタラビがつく、まあ、外にジェバリが張って中に山本あるいはファンアラの中に入ってくるところも、ね、ありますから。取った。そしてベンカリファ中に入れる。ちょっと森島倒れてますが、ガタバリ入れ替わった。ただこれはカバーがありました。渡辺クリアして佐藤亮太のクリア。ただセカンドボール、そしてセカンドボールを回収したのはアビスパです。前レタラビの素晴らしいディフェンスが出ました。サビオエリング、ギョンギョンをセール。セカンドボール狙ったところ、はい、これもヒールで出して松本、わあ、ニアポストを狙いましたが東口ファンガラードが追いつく。ネトラビ縦パス要求。ここはただスルーパスにした。黒川が走る。ただ田原積奈の守備、ここで奪います。奪って前向く。ネトラビからまたファンガラード。ネトラビアダユトン、おー、ここはハンダリク。サポートは徳本。ハンダが先に触った。キープ。ネタラビから福田へのパス。ところにやっぱり積み重ねの成果というのは見て取れますよね。そうですね。しかしそうすると裏が空く。佐藤にも前半の時間ないところでしっかりブロックを組んでいる京都ですが、ちょっと突っかかったがネタラビキープ。はい、そして山本。札幌ですからね。そして札幌もこの終盤になってくるところ、ワンダーフリーデンスと運動量というところで迫ってきますが、黒川のクロス、ファーサイド折り返した、ファンアラームだ。ワンタッチでボールが回り始めて、ネタラビスルーパスからハンダが前に出た。さあゴールキーパーと一対一がクロスになった。シュート、近い、おー、ノールックでパスを出したんですが、ここはネタラビです。ファンアラームに出すスペース、ファンアラームが走る。ジェバリもいます。コンギョンからパス、ワンタッチ、ここでネタラビうまくコントロールして、メシもここは運んで取って、ネタラビ、ネタラビからもパス、前からジェバリが行きます。かなり積極的に前から追う今日のガンバ。山下のパス流れました。チャンス、こぼれたところ歌で狙っていましたが、ネタラビ、あっとニューゴーリベイラと福田、そしてパスが出ました。ここを前で取った。ジェバリに入る。ネタラビからジェバリ、ジェバリシュート。ここは相手のディフェンスと駆け引きはしていますが、出してスペースへ。ハンダ、ラビからジェバリ、ラビからダワン。ファンガラード、ファンガラード、ファンガラード。このボールはただネタラビ回収。斜めのパス、ファンガラードへ。前を向く、ジェバリー、ダワン、決定機でした、ベルマーレ。小山松パス、ネタラビ、縦パス、山本勇輝、タッチ、ファンガラードからイッサム・ジェバリー。ここでネタラビから、ファンガラード、追加して黒川、中に入れた、ダワン。ガンバからすると非常に大きいかもしれません。飛ばして福田。ネタラビ、ファンガラード、ネタラビ左足で入れる。ダワン、ネタラビ、クロスボール、高いボールだ、ヘディング、ネタラビシンプルに入れてくる。宇佐美、鈴木武蔵、前を向ける、シュートだ。ジェバリー打てない、流し込めない。右のハンダーなんか倒れた。ネタラビ打つ、ナイスキーパーラングラック。セカンドボール、ファンガラーノ戻して、ネタラビだー。